レゼンってことはそので喋りかけてみてなのか。ああ、どうか。皆さんようこそ。東芝のコミュニケーションアンドロイド、千平純子です。12月からここアクアシティを内場で、東京都のご支援により、観光案内所の業務を始めさせていただいています。この観光案内所のことは、マゴコロイド&東京と呼んでください。それでは私の業務について少しご紹介させていただきます。私はご覧の赤い色の時間にはお台場周辺とアクアシティお台場のご紹介のナレーションをさせていただきます。それからご覧の青い色の時間はここにある空中ディスプレイを使用して皆様のご質問にお答えする時間になります。